これからヨガニードラを始めます。仰向けの姿勢で楽に横になり、軽く目を閉じて全身の今の様子を確認します。もしよかったら一度体をゆらゆらと左右に揺らしてから、落ち着くようなポジションに腕や足の幅を調節しましょう。頭のてっぺんから両手の指先、両足のつま先まで、体全体が床の上にくつろいだ姿勢で横たわっています。体はどんどん深いリラクゼーション、くつろぎの状態に入っていきますが、意識は目覚めていて、聞く力と感じる力はアクティブに働いています。ご自分のタイミングで何度か深呼吸をとってみましょう。吸う息を楽に、吐く息を長く。一つ息を吐くたびに、今ご自分の体の中に溜まっているかもしれない筋肉の緊張や一日のストレスが一度すっかり全身の毛穴から溶け出していくようなイメージを持ってもらっても結構です。無理のない楽な呼吸をご自分のペースで重ねながら、これから名前を挙げるご自身の体の部分に意識を向けて、そこの部分が内側からゆったりとくつろいでいくこと、リラックスした力の抜けた状態に帰っていくことを意識しながら、ボディスキャンを行っていきます。まず口の内側に意識を向けてみましょう。上下の顎の噛み合わせ、上の歯ぐき、下の歯ぐき、下の付け根から先っぽまで、表側と裏側をリラックスします。軽く唾液を飲み込んで、喉の奥、口の内側全体から今度は左右の耳の内側へ、自分が横たわっている空間の音に耳を澄ませます。そこから今度は口の内側に戻って、今度は左右の鼻を出入りする呼吸の流れへと意識を向けましょう。無理のない楽な呼吸を自分のペースで重ねながら、吸う息の入ってくる感覚を意識し、吐く息を楽に解放します。鼻の内側から今度は左右の目の裏側へと意識のポイントを移して、目の包んでいる周りの筋肉を次に吐く息で一度すっかり緩めてみます。左右の目の裏側から出ている神経の束を通じて、頭蓋骨に包まれた頭の内側全体を一度くつろぎの状態へと返していきます。きれいな水をいっぱいにたたえた静かな湖が頭の内側に広がっているようなイメージが心落ち着くようでしたら、その風景を心の中でイメージして、吸う息を一つ、吐く息を楽に、頭の内側から表面に戻って、首から上の頭全体を
脱力します。頭の重さを支えている枕やヨガマットの上に休ませながら、その重たい頭を常日頃支えてくれている首から肩、左右の肘から両手の指先にかけて滑らかに意識を広げます。一つ一つの指と爪の間にあるわずかな隙間、左右の手のひらにあるかもしれない無意識の緊張を次に吸う息で絡め取り、鼻からでも口からでも吐く息で一度すっかり手放してみましょう。左右の手のひらから両手首の内側、両肘の内側、左右の脇の下から喉の奥に向けて、呼吸の出入りを喉のあたりでセンスします。無理のない楽な呼吸のリズム、それを喉の奥のあたりでセンスしながら、今度は喉から胸のあたりへ、胸からみぞおち、みぞおちからお腹のあたり、お腹から骨盤のあたりにかけて滑らかに広げます。吸う息を深く、鼻からでも口からでも吐く息を一度すっかり空にして、上半身全体に広がった気づきの光、くつろいだ状態を今度は下半身へと滑らかにつなげていきましょう。川の水が上流から下流にかけてゆったりと流れていくように、骨盤から左右の太ももへ、左右の膝、すね、足首からかかと、つま先にかけて滑らかに広げます。上半身と下半身を合わせて、体全体、体の右側と左側を合わせた体全体、体の前側と後ろ側を合わせた体全体、表面の部分と内側の内臓の詰まった部分と合わせて体全体、体全体、体の隅々まで滑らかに意識を広げながら、ここからはリラックスした自然な呼吸の流れを穏やかなイメージングとともに意識していきます。ご自分にとって心地の良い呼吸のリズムで結構です。くつろいだ体の深いところまで吸う息がゆったりと広がっていく様子を、鼻からでも口からでも楽に吐く息で、一日の疲れやストレスがゆったりと解き放たれていくことをよかったらイメージしましょう。吸う息で新鮮な空気が体の隅々まで満ちてゆき、吐く息でゆっくりと解き放たれていきます。一呼吸ごとに体がより深いくつろぎの状態に帰っていくような、そんな心地の良い呼吸のリズムとともに、今日一日の疲れや
無意識にどこかに溜まっているかもしれない筋肉の緊張、きれいな水で洗われるように、もしよかったら一つ息を吐くごとにそれを遥か遠くへと解き放ってみましょう。一つご自分のタイミングで息を吸うたびに、新鮮な空気が体の隅々まで満ちていく様子を味わってみましょう。もう数呼吸、ご自分のタイミングでその穏やかな呼吸をエンジョイします。次にご自分のタイミングで吸う息を満たし、鼻からでも口からでも吐く息を一度すっかり楽にしたら、よかったら手を自分のお腹の上または胸の上のあたりに休ませてもらって、その手のひらの温かさを通じて今日一日を、過ごしたご自身の体の様子を感じます。何かご自分にかける前向きな言葉、サンカルパをお持ちの方はそれを心の中で3回、特にお持ちでない方は、お疲れ様、今日もよく頑張った、何かね、自分自身をいたわるようなね言葉をご自分によかったらかけてみてください。それではどうぞ。次にご自分のタイミングで吸う息を満たしたら、鼻からでも口からでも一度吐く息をすっかり空にして、軽く唾液を飲み込んで喉の奥を潤したり、体を左右に小さくゆらゆらと揺らしたりしながら、このままね、睡眠に入る人はそのままご自分の楽な姿勢にゆっくり体を動かして、座り姿勢に戻ってくる方はね、膝を胸の方にハグして体を左右にゆらゆら揺らしたり、両手を頭の向こうに伸ばして全身を大きくストレッチしてから緩めたりして、あぐらでも正座でも楽な座り姿勢に戻ってきましょう。よかったら練習の最後、両手をハートの上に重ねるか、合掌の手を取っていただいて、吸う息で背筋を優しく引き上げ、吐く息で軽く顎を引いて、これでヨガニードラの練習を終わります。ありがとうございました。